カール1世は、ブラウンシュバイク・リューネブルク公の一人で、ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル公。フェルディナント・アルブレヒト2世とルートビヒレドルフの娘、アントイネ・テアマーリエの長男として、ブラウンシュバイクで生まれた。ロシア皇帝イヴァン6世の父アントン・ウルディー妃は、弟、マリア・テレジア・ピョートル2世は、母方のいとこにあたる。若い頃は、父と共に、プリンツを遺言化で、 オスマン帝国と戦った軍人だった。1735年に母方の祖父が亡くなり、ボルフェンビュッテル行為を継いだ父も同年に休止したため、ボルフェンビュッテル行為を継承した。カール一世は経済政策に関心を持ち、フィルステンベルク実機会社を起こしたり、1745年にはブラウンシュバイク工科大学の前身となる教育機関を創設した。 1773年より、長男カール・ビルヘルム・フェルディナントに実権を譲った。1733年、プロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム一世の娘フィリッピーネ、シャルロッテと結婚した。なお、カール一世の妹二人がフィリッピーネの兄弟と結婚している。フリードリヒ二世と結婚したエリーザベト・クリスティーネと、アウグスト・ビルヘルム王子と結婚したルイーゼ・アマーリエ、である。 フィリピーネシャルロッテとの間に十二子を設けた。ありがとうございます。